はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日よりドラムのシステムを作るときにドーテックさんという会社の無料ソフトで D サイドインというソフトを使って、これはとても素晴らしいルーティングができるソフトウェアなんですけれども、それでドラムのエフェクトシステムというのをスタジオ1でうまくできるように作り上げました。それの動画につきましてはまたそちらの方も見ていただいたらいいんですけれども、そんな加減でドーテックさんのホームページを見ていましたら、僕も知らなかったんですが、2023年の1月にですね、今画面にあります D ダブラというソフトを開発したみたいで、それがなんとなんと無料で配布されていますので、皆さんにもお伝えしようと思って今日は動画を撮っています。今回は2つの事例をご紹介します。1つはシンセサイダー V、 いわゆる歌声合成やボーカロイドでのかけ方、それはどのぐらいまでかけたらいいかというのと、もう1つは生声の歌でだったらどのぐらいにかけるのがいいかな、そんなような実験をしたいと思いますので聞いてみてください。ではまずはダブラーをかけてない状態ですね。この状態で歌を聴いていただきます。リバーブ切ります。はい、こんな感じです。この音にD ダブラーをかけてみましょう。かけます。いい感じですね。歌声合成ならこれぐらいのかけ方でもいいですね。アマウントを下げてからずっと上げていきます。上げます。はい、最後ぐらいになってくると、いわゆるちょっと特殊な狙ったかけ方っていう感じになってきますよね。今度はちょうど良かったぐらいのかけ方をしておいて、ディレイの方を上げていきます。じゃあこれにリバーブ入れます。OK、 あげます。なんか楽しい感じでいいですね。そしてまあこちらの方は有料なんですけれども、 D-POP MAX というのがあるんですね。その他にも DM MAX とか D MAX とか、音圧爆上げ簡単にできるソフトがドーテックさんからは出ています。ちょっと見ていただきましょう。これが D-POP MAX です。このポップのつくやつはですね、あまり濁りがなくってクリア感がとってもいいマキシマイダーなんですね。そして難しいことは何もなく、このバーを
下からグイーンと上げていくだけでいい感じの音圧が出てきます。鳴らしながらやっていきましょう。まずはバイパスから。入れます、上げます、バイパスします。入れます、ちょっとサチュレーションをかけます。ちょっと上げていきます。バイパス、いい感じですね。オケがこんだけ入ったらですね、ボーカルをもうちょっと遊んでもいいと思います。ちょっとボーカルもう一度出しましょう。はい、ボーカルバイパス。ダブラー入れます。はい、こんな感じです。じゃあちょっと今度は生歌にかけてみましょう。まずはバイパスから。希望の明かり燃やそうと入れます。海を見つめる白い花、はい、生歌にならこのぐらいがいいんではないかなと思われますね。じゃあこれにオケを入れてみましょう。
心思いやるあなたの熱い胸に咲く。はい、こんな感じです。生ウトにかけるときはちょっと抑え気味にやるのがいいんじゃないかなというふうに思いましたが、何せドーテックさんの太っ腹で無料です。ですから概要欄に URL を貼っておきますので、楽しいソフトがいっぱいありますので、ぜひともドーテックさんのページを見てください。ダブラーのページはこういう感じなんですけれども、製品一覧というところを押すとですね、たくさんのソフトが発売されています。ドーテックさんのいいところはとっても少ないつまみで簡単に目的の音にしやすいというのが根本的な開発思想です。一番先に出てきましたマキシマイダ系ですね、 D-MAX、 これなんかも先ほどの D-POP MAX と同じようにフェーダーのようなスライダーがあるだけです。例えば DEQ というようなイコライザーを見ても、たったこれだけで高音と低音をバランスよく鳴らしてみるというような、そんな開発思想で作られているようです。価格もとっても安くってですね、そして1本買えばそれからは割引価格なんかもあったりしますので、ぜひ概要欄から飛んでいただいて、そしてまずはここに赤の Get It Free と書いてあるソフト7つですね、これは全部無料ですので、これらもゲットしてですね、使ってみてください。そしてこの右側にある D サイドインというのは DAW ではできないルーティングができるようなすごいソフトです。先ほども紹介しました、僕のアイデアをひねり出したドラムエフェクトのシステム、それにもこの D サイドインというソフトを活用していますので、ぜひ無料のものはうまく使わせていただいて、そして DTM ライフに役立ててください。村長スタジオでした。